初めて彼らと一緒に中国人のお客さんと仕事をしてみて、一番面白かったっていうかびっくりしたのは、インターネットの例えばタオバオですとか、そういうのですごいこう魅力的な照明ですとか小物とかをもうどん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 彼らが自分から見つけてきて提案してきて、日本だと建築家とお客さんの距離がちょっとあるんですけど、こっちだとどん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 提案して参加してくれて、上海人の人がどのような生活を営んでるかっていうのは興味あった僕たちの事務所で初めての上海のプロジェクトです。初めて見た印象は、真ん中に廊下がある、北側と南側の部屋が分割されてちょっと暗い印象、平面がちょっと古い建物なので整形ではなくて、ガタガタした形をしていて、複雑な印象。クライアントの要求は大きくて開放的な空間が一つ欲しいっていうこと、その空間の中で子供と一緒に勉強したりですとか、食事を楽しんだりっていう一日の生活の中の大部分の、生活をその大きい空間でやりたいので、クライアントもこの、南側にこう5つ連続して大きな窓があるっていうのはこの物件の大きな特徴と魅力なので、光が十分に大きな空間に差し込む方がいいっていうことで提案を選んでくれました。でこのリビングルームの天井をむき出しにしてるっていうのは、実はクライアントの意見というか、お客さんが解体した後の現場の感じを見てみて、このまま露出してもいいんじゃないかっていうことで、南側の、5つの窓の、手前には、約9メートル以上ある、ロングカウンターを、設計しました。这个深度是都不一样，就在的地方是跟小朋友就画画学习，这种后面强度强的地方是放这些电脑，就工作也可以，所以。我们这么强的这种异形的长轴来解决这种视角上的那个角度的问题。ベッドルームの方にも備え付けのローテーブルがあるんですけど、そのローテーブルも長方形ではなくて、それぞれの面に対して平行になるように台形の形にしたりです。この空間に入ってなんとなく気持ちいいなって思ってくれたら、そういう細かいところがきれいに処理できているからであって、で例えば葉巻のデザインなんですけど、一般的に葉巻は壁から飛び出しているのが普通だと思うんですけど、今回は、壁の仕上げと葉巻の仕上げを面にすることで、将来的に家具を壁にくっつける時とか、葉巻が飛び出してないんで、であと空調の吹き出し口なんですけど、普通の既製品の空調の吹き出し口は枠があるというか、横長のそのラインがきれいに出ないので、わざわざ施工の人に頼んでオリジナルで作ってもらいました。この廊下の、右側に使っているのは OSB っていう材料で、普段、下地材、コストが安い中で、本当に天然の木材を使えるっていうのが魅力的だと思っていて、この材料は、細かい木のチップなんですけど、やっぱり寸法のムラですとか色のムラとかが綺麗なので、今回は表に出してみて使ってみようと思いました。OSB ボードに当てている、間接照明に関しても、上から下まで綺麗な光が流れるように、現場でいくつものモックアップを作って、一番綺麗な光が舐められるようにこだわって作ってもらいました。コンセントとスイッチとかも結構気を使っていて、そうですね、木の壁のところにはシャンパンゴールドの色を使って、白い壁のところにはちゃんと白色のコンセントとかスイッチをしてもらうことによって、変に目立たないように、気を使ってます。住宅のリノベーションは毎日の生活があると思うんで、あまり設計を盛り込みすぎても、
まあ、毎日だとちょっと見飽きてしまうというか、まあ、足し算だけじゃなくて、まあ、どれだけ弾けるかっていうところも設計の重要な判断だと思ってやってます。